北鉄バスは北陸鉄道及び同社のグループ会社が行うバス事業の通称である。北陸鉄道グループは石川県全域に路線バスの路線を有している。金沢市中心部、北部で西日本 JR バス、町バス、下越のバスと競合する他は県内のバス路線をほぼ独占している。なお、大半の路線を分社化している。 1999年2月19日に金沢市がオムニバスタウンに指定されたことを受け、2004年12月1日から IC カード、E カが導入され、金沢市及び同市周辺の路線で利用可能となった。2008年10月14日より、バスの車体に広告を施したラッピング車両を試験運行し、その後本格運行に入っている。また、 金沢市などのコミュニティバスを受託運行している。金沢市内を中心に一部の路線は直営で運行されている。一下の営業所、支所を置く。金沢営業所石川県金沢市割出町706番地にある。東部支所と南部支所を管理下に置く。一下の路線を管轄する。東部支所石川県金沢市松町3の246番地、1にある。 以下の路線を管轄する。南部支所石川県白山市安養寺町に30番地にある。以下の路線を管轄する。2012年10月に北鉄金沢中央バスと北鉄バス加賀白山バスの統合により発足した。本社は北陸鉄道と同じ石川県金沢市割出町556番地に置く。 金沢市近郊の路線を管轄し以下の営業所を置いている。中央営業所石川県金沢市割出市町612の一番地にある。以前の北鉄金沢中央バス本社である。以下の路線を管轄する。北部営業所石川県金沢市柳橋町に8の2にある。以前の北鉄バス北部営業所である。以下の路線を管轄する。 野々市営業所石川県野々市塩小宮町11の2にある。以前の加賀白山バス野々市営業所である。以下の路線を管轄する。2012年10月に設立された。同名の旧会社とは別である。本社は石川県白山市安養寺町に30番地の北陸鉄道南部支所内にある。金沢市や白山市、小松市、野見市周辺の以下の路線を管轄する。 1994年設立。本社は、石川県加賀市加茂町335番地に置く。加賀地区の路線を管轄する。なお、2021年7月1日に小松バスを九州合併し、新会社が設立される予定となっている。2008年4月に、能登西部バスと七尾バスの統合により発足。能登地区の路線を管轄する。2008年4月に、 奥野都観光開発との途中オーバスの統合により、発足。奥野都地区の路線を管轄する。金沢市の中心部においては、地帯性エリアと呼ばれる、高林房を中心とする一定距離での、均一料金区間を導入しているが、その他の区間では距離ごとの運賃となる。2019年10月1日に、消費税の税率改定に伴い一部運賃の値上げを行っており、 現在地帯性エリアでの運賃は200円、230円、250円の3段階となっている。また、武蔵が辻、大見町市場、高林防館のみの利用に限り、運賃は100円となる。2006年4月1日からは、朝日町、鈴剣大2丁目、鈴見町金沢大学も100円区間とされていたが、こちらは2011年3月31日に、 終了している。詳細は公式サイトを参照。販売価格は大人600円。上下町金沢周遊をはじめ北鉄バスの地帯性エリア、西日本 JR バスの地帯性エリアと金沢フラットバスが1日乗り放題になる。金沢ライトアップバスや町バスなどは対象外である。販売価格は大人500円。 金沢ライトアップバスが1日乗り放題になる。他の路線バスでは使用できない。長距離高速用車両高速、特急用車両路線用車両車両は三菱、不走車及び日野車が中心となっている。サイズは1990年までは10.7メートル車、中心だったが1991年から1996年にかけては、 金沢地区において11メートル車を多く導入していた。また、同年にかけてはハイバックシートなどを装備したハイグレード仕様として導入していた。三菱車においては、1995年までは当時の三菱自動車工業名古屋製作所を終え、工場制を導入していたほか、1974年頃までは三菱、金山車体の組み合わせで導入していた。なお、 1996年以降は三菱、不装バス製造製を導入している。日産ディーゼル車においては、1987年以降、高速路線向けに大量にスペースウィングが納入されてきたが、1997年を最後に高速車は納入されていない。逆に、一般路線向けには1996年に中型幅の10.5メートル車である JP。 ワンステップの導入を皮切りに、中型ノンステップ車を中心に、数多く納入されるようになった。近年では、フルサイズ大型車スペースランナー RA も配備、されるなど、グループ全体でもシェアを伸ばしていた。車体製造メーカーは、富士中工業製と西日本車体工業製が、混在している。さらに、2008年からは三菱不装からの OEM 車種である、 スペースランナー A を導入していたが、日産ディーゼルのバス事業撤退に伴って2010年を最後に新規導入を終了した。かつては、イスズ自動車製も活躍していたが、現在は導入されていない。ただし、奥の都地区においては2002年に撤退した、西日本 JR バスから譲渡された小型路線バス、ジャーニー級を保有していたが、現在はすべて廃車になっている。近年は、 グループ会社で他社からの中古車を一部導入しているもののグループ全体としては新車を積極的に導入しサービス工場に努めている金沢地区では長尺車の一般乗り合い車が多いのも特徴である貸切車、空港リムジ人車、県内特急車は三菱及び日の車を導入している貸切車においては2006年以降日の新型セレガを増備しているほか 2007年には、北陸地区では初めてとなる三菱不走、エアロエースが導入され、現在も増備されている。都市間高速車は2007年まで3メーカー揃っていたが、2018年時点、富山線に、日の当てている以外はすべて三菱不走のみである。ノンステップ車、ワンステップ車の採用は1996年から、積極的に推進していて、導入台数は、 北陸地区において最も多い。1997年に大型ノンステップ車7台が導入されたが、これは北陸地区で最初の導入であった。その後も増備されたが、1999年春以降、金沢地区でもコストダウンを目的に日産ディーゼル、RN などの小型車、プチやヒの HR を主体に日産ディーゼル JP、三菱ふそう、MK といった、 中型10.5メートル車の導入が続いていた。しかし、積み残しや車内の混雑が激しくなるなどの問題が生じたため2005年秋からは輸送力を増強すべくフルサイズ大型ワンステップ車の導入が開始されたほか2006年より大型ノンステップ車の導入も再開され現在も増備が進んでいる。なお二千五年以降のサイズはワンステップ車は十点七メートル車。 ノンステップ車は10.9メートル車を基本に導入されていたが、ワンステップ車においては2008年導入の日産ディーゼルスペースランナー A より11メートル車で導入され、2011年以降はすべて11メートル車で導入されているが、2013年は一部10.7メートル車も導入している。1990年代後半より地域市街車を中心に、 大手事業者からの中古車も導入している。特に、加賀温泉バス及び、能登地区の地域市街車において導入例が多く、金沢地区でも子会社にて導入例が見られるが、北鉄本体では導入されていない。以前は、都営バス、小田急バス、成田空港交通、空港グランドサービス、名古屋市営バスなどや、奥能登地区で撤退した。 西日本 JR バスからの移籍車両も使用されていた。2005年以降は、愛知万博終了後、大量の余剰車が生じていた名鉄バスから大量の中古車を購入した。少数ながら、大阪市営バス、川崎市営バス、京浜急行バス、京阪バス、相鉄バス、立川バス、神奈川中央交通、JR 東海バスなどの移籍車両も在籍していたが、 これらの車両も現在引退が始まっている。また、近年では2008年4月に廃業し、北陸鉄道も出資していた、富山県の名鉄クレハ観光バスを含む名鉄系グループ各社より貸し切り車両も移籍してきている。主に競馬場等の契約輸送で運用されている。車両側面及び後方には、車両番号が記載されている。また、前扉部には、 東や南といった所属する営業所を表す文字が記載されている。2000年以降は方向幕に LED を導入しており、北鉄本体以外では、新車以外の車両も LED 方式に切り替えを行っていて、幕式の車両は少なくなってきており、特に子会社の北鉄金沢バスでは、在来車も含めて100%完全に LED 方向幕に移行している。また、 2008年の新車の一部より液晶パネル式運賃表が採用されたほか、同年の新車より HDD 式ドライブレコーダー兼デジタルタコグラフの導入が開始された。2000年代後半頃から貸切車については、冒頭の一桁目はメーカーや車両規格という分類ではなく、営業所ごとに番号が割り振られるようになっているが、二桁目は引き続き乗り合い車と同じ扱いである。 また、乗り合い車についても、冒頭の一桁目はメーカーによる分類として、中型車でも、従前の大型車と同じ番号が割り振られ、コミュニティバスなどの小型車については3桁の投資、番号のみの割り振りになっている。また、配分以下の投資番号は以前は貸し切り、乗り合いを問わず0.00から1台導入ごとに、加算され、999まで行くと0.00に戻り、 これを繰り返していく方式であったが、同じく2000年代後半頃から、貸し切り者は000から100番台、乗り合い者は200番台、900番台が割り振られるようになっており、最終番号に来れば、それぞれの枠内にて、最初の投資番号に戻るように改められている。グループ各社及び営業所を参照。1975年4月20日に、 金沢地区の路線に対し行き先別の色、路線番号の付与が行われた。この時には長距離路線にも番号が付与されたが、同一方向の複数の路線に同じ番号が付けられたものもあった。1984年11月27日には、0番台の区分がなくなり90番台が、龍舞方向から、宇達山、鈴見方向に変更され、他にも一部で、 番号や色の変更が行われた。この時に郊外への長距離路線は多くが無番となった。1998年3月15日にはそれまで複数に分かれていた路線を中心部でつなげて通し運行する結節路線が設定されたが、この路線は行き先に応じた色と番号で案内されるようになったため、同じ運行区間でも往復で色や番号が異なったり、 旧来の路線内で完結する便と直通運行する便で全く異なった色や番号を表示する路線が生じた。この方法は、野の市金沢大学線のように、中心部を通過しない路線にも順用されている。2003年1月6日のシティライナー便の運行開始時には再び霊番台が使用されるようになったが、市内路線の時とは異なり必ず頭に例をつけた二桁で、 案内されている。また、龍舞駅液載線のように終点が、シティライナーとしての設定範囲を超える便は、結節路線と同様に行き先に応じた色、番号で案内される。北陸鉄道では、行き先表示器に LED 表示器を用い始めた頃には、番号幕を独立させて、色の表示を実現していたが、2003年から順次、番号部分を含めた、 単色 LED 表示器を用いるようになったため、方向幕の色分けは、路線図の他金沢駅などの乗り場案内に名残を止めるだけとなっている。なお、路線図では一部色分けが異なっている。ありがとうございます。